はい、おはようございます。ぶっきみジャペンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、やりました、買ってきましたガリガリ君のフロス、ぶっきみ動画やっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ、ちょっと前にですね、まあ、ライブ配信で盛り上がってガリガリ君に関連する動画を3本作りました。ジョッキにガリガリ君ぶっ刺してウィルキンソンをね、ぶっこんで飲むやつと、2本目がジョッキにガリガリ君ぶっ刺してスーパードライぶっこんでね、飲むやつなんですけど、そのシリーズの締めで歯磨き粉をですね、まあ、ぶっ決める動画を作ったんですが、これをまあネットでポチって買った時に、ガリガリ君コーラ味のフロス、歯と歯の間をですね、まあ、糸で磨くやつですね、これも一緒に今ならついてくるって言ってポチったんですよ。前やった時は動画にする気分になんなくて、まあ、ほったらかしにしてましたけど、見れば見るほどね、気になってきまして、今日はですね、まあ、こいつをね、ぶっ決めていこうかなと思ってます。さあ、ちょっとね、この商品パッケージ見ていきましょう。まずはライオンさんから出てるやつで、数量限定でお子様にもって書いてるんで、別に子供向けじゃないかなって感じですかね。コーラ風味、あとちょっとこれね、びっくりしました。20メートルの長さの紐がこの中に入ってるってことで、約50回分って書いてますね。裏面はまあこんな感じで、ね、書いてますけども、歯間ブラシ、これね、大事なんですよね。僕普段あんまりしないんですよ。まあそんな感じですけど、今日はね、ぶっ決めようと思いますが、コーラつながりってことで、まずは、コーラ味のガリガリ君のですね、歯磨き粉、こいつで歯を磨いて、磨き残したところですね、この歯間ブラシで念入りに、ね、仕上げていこうかなと思います。じゃあちょっとね、磨いていきますかね。さあ、これ使うのね、前回の撮影ぶりですね、2回目ですね。うわー、ちょっとね、美味しそうなんですよね。もうね、匂いからめっちゃ美味しそうなんですよ。これやばいんですよ。さあ、久々にね、ぶっ決めていきましょう。いただきます。うん、うわ、やっぱりうまいな。これはね、歯磨きが楽しくなるね。うん、うわ、うん、うまい。ちょっとうがいしていきます。さあ、すっきりしましたけど、歯と歯の間はね、多分ね、取れない汚れがあるんですよ。ということで、こいつをね、まず開けまして、クリニカのケースにガリガリ君のシールがまあ貼ってるだけかな。はあ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 、なんか糸が入ってますね。これが20メートルも入ってるってすごいですよね。コーラ味らしいんですよ。ちょっとね、舐めてみようと思います。いただきます。あれ、あんまり味せんぞ。もっとね、うめえかと思ったら、コーラ香味ってなんか香りの味がするって書いてるね。そんなにゴリゴリにコーラの味がするわけじゃないか。さあ、これぐらい使うかなってとこ引っ張って切って、ちょっと磨いてみますか。どう、難しいなこれ。難しい。あ、でもちょっとうまい。糸タイプを家でやるの初めてなんだけど、ちょっと難しいな。奥歯とか超むずいんじゃないかな。顎がいい。顎が外れそうになる。ちょっと難しいね、やっぱね。顎がやばい。ちょっとでも汚れ取れましたね。磨き残しがあるかな。一応ちょっとね、鏡見ながら一通りやってきました。で、そのね、まあ、気になるコーラ味についてはですね、この味を知ってるんで、それと同じぐらいかなと思ったらね、そこまででなかったんで、ちょっと紐だけ舐めますね。ほんのりかな。そこまでテンション上がるぐらいじゃないな。この紐だけね、舐め倒してみましたけど、うっすらほんのりって感じでしたね。で、あと僕ね、普段しないんですけど、もしするんだったらですね、こういうタイプのやつでフロス使うんですよ。糸のタイプ、ちょっと個人的には初めて使ったんですけど、ちょっと難しいなってのと、やったことある感想としてはね、まあ、こっちの方がやっぱね、使いやすいなってのを思いましたね。まあ、みたいな感じですけどね、これ、ね、テンション上がるやつだったんで、もしですね、使ってみたくなった気になった方は、ぜひね、試してみてください。
さあ最後ね、次回予告です。明日ね、こちら行こうと思います。これね、ビールなんですけども、ローソンで買ってきました。僕ビール君ビールってやつの初代僕君リターンズってやつがね、売ってました。買ってきました。これはね、飲んだことないやつですね。とりあえずね、明日ね、こいつぶっ決めてきますんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ガリガリ君テンション上がりますね。特にこっち、オーライサンクス。